今回はご覧の内容をお送りします。私は今日中越に来ています。この近くには相模縦貫道路が走り、私もよく通るんですけれども、実はこの辺りから遺跡が見つかっているんです。今回は遺跡や出土品を通じて厚木の歴史を感じてみたいと思います。学芸員の佐藤さんにお越しいただきました。今日は佐藤さん一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが大西さん、実は厚木市内ではたくさんの遺跡が発掘されているということはご存知でしょうか。実はよく知りませんでした。今日初めて聞きました。この辺りにも遺跡があると聞いたんですけれども。そうなんです。相模縦貫道路や国道246号バイパス厚木秦野道路の建設に伴う調査で広範囲に遺跡が見つかっていまして、今も発掘調査が行われているんですよ。そうなんですね。ちょっと見に行ってみましょうか。はい、じゃあこちらです。はい、ありがとうございます。この辺りは中越遺跡群という場所です。この周辺では古墳がたくさん発見されていて、桜井古墳群と呼ばれています。発掘調査では8基の古墳が調査されています。この後ろのあたりも古墳なんですよね。そうなんですね。ちょうど後ろのところにこんもりとしたところが、手前に1箇所、奥にもう1箇所で、左の奥に小さいのが1箇所あるんですが、あれが古墳になります。意外と身近なところに古墳ってあるんですね。そうですね。では実際に発掘調査をしているところを見に行ってみましょうか。はい、お願いします。ここでは現在発掘調査が行われています。発掘調査では表面から土を慎重に掘り下げて、建物の跡やそのお墓の跡の遺構と呼ばれる人工的な構造物を調べます。発見された遺構は測量したり写真を撮ったりして記録として残しています。また遺跡からは土器や石器などが出土することが多いんですけれども、そういったものについても出土した場所ですとか深さなどを記録して、それから取り上げています。それでは実際に調査をしている方にお話を伺ってみてはどうでしょうか。そうですね、ぜひ伺ってみたいです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今一体どういった作業をされていて、どのぐらいの時代のものを調査されているんですか。はい、今ですね、こちらの現場では、近世、いわゆる江戸時代ですねの、畑の跡が見つかっていまして、それを、確認しながら人の手で掘っていくという作業を行っています。また、そういった見つかった、人の痕跡ですね、人が大地に刻んだ痕跡、遺構と我々呼んでるんですけれども、そちらを、図化する作業、こちらも並行して行っているような状況です。皆さん手作業で作業されているようなんですけれども、かなり地道な作業ですよね。そうですね、やはり機械で掘るということが非常にこの難しい作業になりますので、遺跡の調査というのは基本的には人の手で掘っていくということが基本になります。先ほど調査員の方から伺ったんですけれども、今ここで江戸時代のものが見つかったりしているそうですね。そうですね、ただこの周辺ではもっと古い時代のものも見つかっているんですよ。そうなんですか。はい、先ほど言った桜井古墳では鉄製の太刀ですとか矢印のような武器、あと、馬につけるための武具の馬具の一部ですとか、あと勾玉や切子玉のような装飾品などがたくさん出ています。これらの遺物は遺体と一緒に副葬品として埋葬されたものだと考えられています。また戸田小柳遺跡では日本の弥生時代にあたる3世紀前半の古代中国で作られた銅製の鏡が見つかっています。この鏡は伊勢三光鏡と呼ばれるもので、鏡に伊勢三光という漢字が書かれているものです。
この銅鏡は龍の文様が両側に描かれていることから相当龍門鏡とも呼ばれています。貴重な鏡が戸田で見つかったんですね。こちらや戸田以外にも市内には遺跡ってあるんですか？はい、現在厚木市内には270以上の遺跡があります。毎年10件程度の発掘調査が行われていて、新たな発見があります。8世紀頃から厚木市の周辺にも仏教が広がってくるんですけども、仏教の広がりを証明する資料として、相波宮寺遺跡から蛾塔が発見されています。蛾塔というのは、粘土を焼いて作った五重塔のミニチュアで、大体 1.5 メートルぐらいのものが多くあります。厚木市内では中世の遺跡も見つかっています。岡田の定規屋遺跡では、鉄製品の材料となる鉄の板や鉄を溶かすための炉に空気を送るための杭子の白地、あとは鉄を溶かす際にできる、鉄砕など製鉄に関わる遺物が出ていることから、おそらく火事工房のようなものがあったのではないかと考えられています。中市遺跡群の宮の越宮の前遺跡では、地下式坑と呼ばれる地下に作られた倉庫と思われる施設が見つかっています。そのうちの一つからは約9700枚とまとまった数のその銅線が発見されています。お金が見つかるということは、この当時厚木市内でも貨幣が流通していたということですね。このエリアは川に近いということから、物流が盛んだったとも考えられます。相模川の流域では非常にたくさんの遺跡が見つかっています。相模川流域の遺跡の様子は、相模縦貫道路の建設に伴う発掘調査でより明らかになりました。今の厚木に人が住み始めたのは一体いつ頃からなんですか？はい、旧石器時代頃と考えられています。旧石器時代の遺跡は厚木市内ではあまり見つかっていないんですけれども、約1万5000年ぐらい前には人々の生活が始まっていたと考えられています。大昔の生活を想像してみるとちょっと面白いですね。一つの遺跡からは複数の時代にわたった生活の痕跡が見つかることがあります。発掘調査では上から掘り下げて調査をしていきますので、調査が進むにつれて時代が遡っていきます。厚木は川を利用した水運や矢倉沢王冠などの交通の要衝にあたり、江戸時代には宿場町として栄えていました。相模大橋のたもとにあるマンションの建設に伴って発掘調査が行われた東の二番遺跡では、厚木でも指折りの豪商として知られた高部家の屋敷やお店の跡にあたり、高部家に由来する出土品がたくさん発見されています。こうして発掘現場でお話を聞いていると、何千年何万年前の私たちの先祖の生活が実際にあったんだなと感じられて、とっても不思議な気持ちです。そうですね、地域の歴史も調べてみると面白いですよ。厚木郷土博物館でも地域の歴史を学ぶことができますので、ぜひいらしてください。はい、私も感染症対策をしっかりとしてぜひ行ってみたいと思います。今日は佐藤さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。皆さん、いちごが美味しい季節がやってきました。今日はここ、下津国にある内海いちご園でいちご狩りを楽しみたいと思います。真っ赤に実った厚木のいちご、今から楽しみです。それでは、行ってきます。見てください、真っ赤ないちごが実っていますね。新鮮で美味しそうです。内海さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。美味しそうなイチゴがたくさん実っていますが、チーミさんの農園ではどんな品種のイチゴを育てているんですか？甘くて酸味がなくて柔らかい秋姫、それから酸味と甘さとのバランスがいい紅ほっぺで、新しい品種の比較的新しい品種の四つ星、それから、白いイチゴ、エンジェルエイトって言うんですけど、白いイチゴ、それからもう一個という、これも新しい品種で、固めの品種ですね。あとはおいしいベリーっていう甘さがすごい高いで、コクもある、この6種類をやってます。こちらのハウスのいちご、すべてもぎ取りはできるんですか？そうですね、日によって種類、できる種類は違いますけど、だいたい6種類のうちの3種類、4種類を食べてもらうようにやってます。昨年に続き、今年はコロナ禍となっていますが、いつも通りいちご狩りを体験できるんですか？そうですね、一応コロナ対策して
少なく人数を抑えて広く、散らばってもらう。それからスタッフは全員必ずマスクで、お客さんはモニトリする前に必ず手指の消毒、アルコール消毒してもらって、それから一度触ったイチゴはもう必ず食べてもらう、それ残さないっていうようなことをやっております。もしよかったらモニトリやってみますか？はい、ぜひお願いします。はい、ここにいいのあると思うんで、こちら入ってください。はい、これは紅ほっぺという品種で、はい、甘くて酸味があって、ねっとりとした美味しさのいちごです。うんうんうん、ぜひ食べてみてください。はいはい、どうやってもぎ取ればいいですか？例えば、はい、これなんか割といいと思うんですけど、はい、親指の爪でここを押さえます。それで横にちぎるような感じでピッとやると切れる。うんうん、でいちごは赤くてヘタのところまで赤くてツヤがあるいちご、はい、ヘタがこうちょっと反ってるのが美味しいです。じゃあ藤原さんももぎ取ってみてください。はい、どれをもぎ取ればいいですかね？そうですね、これなんかいいと思いますよ。こちらで、はい、はい、じゃあもぎ取っていきたいと思います。爪を立てて、見てください、真っ赤ないちごです。ちみさん、食べてみてもいいですか？どうぞ。それではいただきます。酸味と甘みがバランスが良くてとってもジューシーです。じゃあこちらもう一個っていう品種です。行ってみましょう。はい、もう一個っていう名前なんですね。一つ食べると、はい、もう一個食べたいからもう一個っていう名前にしたらしいです。こちらももぎ取ってもいいですか？はい、どうぞ。はい、どれがいいかな。うん、そうだ、これなんかどうですかね。いいんじゃないですかね。はい、ではもぎ取っていきたいと思います。見てください、真っ赤で美味しそうです。それではこちらのもう一個もいただきたいと思います。いただきます。うん、歯ごたえがあって甘みもあってすっごく美味しいです。内海さん、いろいろな品種の食べ比べができてとっても楽しかったです。ありがとうございます。では今年のいちごの出来栄えはいかがですか？はい、まあ、見ての通り美味しい、よくできたと思います。うちのいちご買ってもらった人は美味しいからまた買いに来たとかっていう人いっぱいいて、美味しさにこだわってるところはいいかなと思います。それは期待できますね。はい、今年はコロナ禍ですが、しっかり感染対策をしてたくさんの人にいちご狩りを楽しんでほしいですね。ですね。うちはですね、まあ、我々もコロナに感染しちゃったら大変なので、そこは十分意識して、あとは通常通り例年通りお客様にいちご狩りを楽しんでもらうつもりでやっています。それではぜひ、もぎ取りに来ていただければと思います。わかりました。内海さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いちご狩りの実施期間は5月頃まで、各農園で実施期間や入園料、開園時間などが異なるためご注意ください。今年は新型コロナウイルス対策で入場人数を制限している場合があります。事前に予約が必要となりますので、各農園にお問い合わせください。今が旬の厚木産のいちご、市内の各農園では感染対策を万全にしていちご狩りを実施しています。皆さんぜひ味わってみてください。